153cm、48kg、18歳。この選手は2回ほども日本に来てますので、はい、おなじみの方もいらっしゃると思います ね。ロッテルダムの世界選手権にも出ました、はい、ワールドカップにも出ました。抱え込みのメインスタートですね。まあ、どちらかと言いますと今までの中国の体育では割とないんですね。そうですね、はい、ややアメリカ体育そうですね今のスタンは素晴らしいですね。やはり中国と言いますととても華奢で細くて柔らかいというイメージがあるんですけれども、この選手は、まあ、柔らかい人みたいですけれども、やはり今度は力もということで、今ラインオーバーがありまして 赤旗が上がって 0.1 の減点があります。この人は規定では32位、中国の中では6番目、一番下でした。最後のシリーズですね。ちょっとらしくない失敗ですね。両手をつきまして、はい、2回ひねりひねりだったんですけれども、ちょっと回転が失速したというか、そのままひねり終わってから落っこってきてしまいましたね。体の方が単語のリズムに乗って、はい、ここまあ、力強く演技をしたんですが、いい説明ですね。ここでは少し後ろに回転があって、後ろに大きく足を一歩出してしまったんですね。これは最後のところですね。両手をつきます。やはり失速してますね。